あなたのありさま、ゆりこ様、本日もポチッとありがとうございます。家事育児お仕事、皆さんお疲れ様でございます。ということで、私は今産後ケアホテルにいます。はいですね、よもぎ蒸をなんとお部屋ですることができるんですね。でさせていただいて、たくさん汗をかいてシャワーを出たところでございます。ということでですね、これから何をしたいかと言いますと、赤ちゃんをですね、今助産師さんに見ていただいてるんですね。こちらの産後ケアホテルなので、好きなタイミングで赤ちゃんを預けたり呼んだりすることが、ね、できるわけでございますよ。本当にもうありがたい限りでございます。はい、なのでもう泊まっている間はもう申し訳ないとか、ちょっとやっぱいいのかなって思いをもう解き放って自分中心で生活をさせていただいております。すごい自分を大切にできるね、素敵な機会なんです。本当に皆さんおすすめでございます、産後ケアホテル。ということでですね、こちらの黒のパックで赤ちゃんと会ったら赤ちゃんはどんな反応をするのかっていうのをやっていきたいと思います。イエーイ。前回ですね、豆まき、節分の日に鬼のお面を見せてみたんですよ。そしたらギャン泣きとかはせずに固まるっていう反応だったんですね。だからまあ見て怖いとかそういう感情はなかったんですけど、なんだこれはっていう感じだったんですかね。本人じゃないので感情はわからないんですけども、反応はねあったので、この黒い完全な黒やっていきたいと思います。はい、ではどんな反応するんでしょうかね。私の予想はですね、泣いてくれるとちょっと嬉しいです。失礼いたします。はい、おはようございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。おはよう娘っち。はい、おはよう。嬉しい嬉しい。じゃあちょっと今から娘にドッキリやっていきたいと思います。わあ、なんかミルク出てきたんですけど。嬉しい嬉しいだね。ちょっとさ、じゃあさ、ママ準備してくるからさ、ねえ、ママ準備してくるから待っててくれる？ねえ、準備するから。髪の毛をあげよう。髪の毛あげない方がいいか。どうしよう、どうしよう。髪の毛あげない方がいいか。じゃあこの黒パックで真っ黒星人になっていきたいと思います。
てるよね、見えてるよね、見えてるよ。おい、黒い黒い黒い。やってみて。見て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 。私を見て。ということで、本日の企画は。ナータンは全然怖がるどころかとっても笑顔になりました。皆さん、節分も全然怖がらないし、黒いのも全然怖がれません。さあ、これがまた年齢を重ねることによってビビリになるのか全然平気なのか分かりませんが、皆さんもぜひ小さなお子さんいる方はやってみてください。またねー。